はい、どうも、こんにちは。趣味の猫砂ルネチャンネルです。よろしくお願いします。本日はマリオカートイートデラックスの方やっていきたいと思います。ネオクッパシティ 150cc。 というのもですね、今回も何度もいろんな動画を、てかマリオカートの動画を撮っては消し撮っては消しをやっているわけでございます。なかなか勝てないですね。本当に。いいレースが取れない。これは、早めに、前のキノコでね。ああ、これ J 入れない方が早いです。やっていきましょう。まあ、なんとか1位に出れたんで。で、トゲが来るんですね、これが。まあ、これで死んでもらいましょうかね。2位の方にも。いやー、サンダーが早い、本当に、この部屋。きつう。なんだっけ。動画見てもらえたでしょうか。投稿したのがですね、着取り解説の動画になってるんですが、もう新規勢の方向けにね、動画を撮りましたが、見ていただけていれば嬉しいです。基本的に前の方がキノコを持っている場合は、1位はあまりちょっかいを出さずに行くのがまあ定石となります。もうほぼね1位を取ってもらってもらってというか、トゲを受けてもらって、そこからのね、あの刺す方法を考えるっていうのがまあ定石になるかなと思います。まあ、この場合はもうほぼ1位厳しいんで、ここでショートカットされて多分終わりなんで。で、僕に多分トゲが来る可能性がある。だんですね。まあ、2位で終われてよかったけど、正直、悔しいレースではありますね。まあ、次のレースで行かせていければと思います。新規の方に、ご説明しますが、毎週、16時土曜日にて、動画を投稿しております。よろしくお願いします。元ガチ勢と書いてありますが、そんなに強くないです。今回から雑談パートの方を、切って、カットしていきたいと思います。なので、レースの画面にもうすぐ、行く感じになっております。それでは、どうぞ。N オーク年ぶりのヨシバレ。アップデートどんな感じになってるのかな？見たいですね、早く。一応追加コンテンツ買う予定なんで、よろしくお願いします。さあさあ、ヨシバレやっていきましょう。まあね、今回も一応前を張っていく予定ではあるんですが、ちょっと J が入んなかったですね。こういうミスが本当に最近多いというか、マジでミスってしかない。皆さん、こんな経験ございませんか？久しぶりにマリオカート8デラックスをプレイした。そしたらなんか、勝てる。けどなんか、いざ真剣にやり始めたら勝てない。なんて経験ありませんか？それですね、僕今。さすがにヤンキースナイプはしてこないと僕は踏んでるんで。あ、しっかり。え、そんな走法あんの今。それが早いんだ、今。おぉ、うまくはないけど、ちょっとこっちの配慮が悪かった。これはちょっとコイン欲しいですね。なんで落ちてるの、君たち。あ、トゲ譲りか。まあ、あまり良くないですね。ここで譲られるの展開をするのは。てか、コインがないのにダラダラ走ってるの本当に良くない。なんか2枚抜いちゃった。いやー、加速が欲しいけど。ちょっと5枚で走ってるの本当に良くないですね。あ、ちょっと話し合わないといけないアイテム持ってる。今、加速出てもな。いや、これ1位支援サンダーですね。しかも、注意がめちゃくちゃ回避してるんで、これとても厳しいですね。
いやー取れんかった。こういうの良くない本当に。ちょっとね、全体的に本当に走りが良くないし、立ち回りが良くないですね。いやー弱っ。アウトに避けとこうかな。いやー良くないっすね、ほんと。くそ。勝てねえ。次のレース行きましょう。マジで、ガチでこのレースで最後にしたい。DK ジャングル、勝ちたいですね。勝ちたいって何回も言ってる気がする。ちょっとゲーム音量をでかくしたりして。集中。マジで勝ち行こう。あんま喋らんようにしよう。あんまりね。キノコ呼吸。七里でいいや。SS いらんなぁ。どっちか吸って。なんで俺なんだよ。しんどいなぁ。これミスです。下がろう。うん、オッケー。4枚はちょっとしんどいな。早履きしたいね。うん、いいループだ。これラインミスると思ったんでやめました。よく赤くるな、ほんとな、荒木。やっと俺につけが回ってきたな、ほんと。エラミス。いや、ほんとミス多い。待って、なんで早ダメ入ってないんだ。マジでミス多いな。最後の負け筋を消してないの、僕。いや、気持ちいいフィニッシュだったな。赤コーラ飛んできてなかったら、俺多分3、スター入ってないから、投げてくれてありがとうだな。多分、はけてないっすね、あそこは。多分、スター。さすがにはけない。まあ、ありがとうございます。なんか取れたわ。最後に。気持ちいい勝ちが。多分、番外編レースとかでどっかにくっつけてると思います。この部屋最後のレース。また見てください。そうね、少しずつ。戻していけるように頑張るんでよろしくお願いします。